皆さんこんにちは。こんにちは。本日は LJL2021 スカウティングラウンドデイ3の模様をお届けいたします。実況カツリオン解説はリールベルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあまずはスカウティングラウンドの説明からさせていただこうと思います。さあもう3日目にもなりましたので皆さんも、ね、覚えてきたと思いますが、 LJL2021 スカウティングラウンドとは将来 LJL で活躍する選手を発掘するために行われるものであり、出場する選手には LJL に出場しているプロチームコーチからフィードバックやリーグ形式の選考会を体験していただく、そういった大会になっております。さあそして今回のスカウティングラウンドは事前に応募いただいた方の中から20名の選手と10名の補欠選手を選出し、20名の選手をインファーナル、マウンテン、オーシャン、クラウドの4チームに振り分けての試合を行っております。試合形式は BO1 を3度繰り返すトリプルラウンドロビンにて実施され、選手は自宅からボイスチャットをつないでのオンライン参加となっております。全6日間のリーグ戦を行い、上位3チームが11月20日に行われるファイナルへと進出いたします。そして本日のスケジュールはこちらになっております。さあこちらマッチアップですが、どこか気になるところありますか、リルさん。まずやっぱり初戦のところから比較的チームスタイルがもう固まってきている同士の対決にはなってくるのかなと。特にオーシャンに関してはボットレーンのテレ選手っていうところを中心にゲーム組み立ててきてますが、しっかりキャリーするゲームと、やっぱりそこにこだわりすぎてしまうゲームっていうところが見て取れるので、このあたりも3日目に入ってきてどう修正されているのかっていうのは楽しみですね。まあでもそのスカウティンググラウンドで大事なのがやっぱこうなんていうの、自分の存在を見せる、それが一つできてるのはなんかテレ選手印象的ですよね。ですね。はい、初日からびっくりしましたからね。いや、あのプレーですよね。はい、あのケイトリンはちょっと、まあでもかなりそのケイトリンにこだわっているようにも見えると。まあ練習動機にこだわってるんだと思いますね。ああなるほど。そこをまあ別の手を見せてもいいですし、じゃあ他の選手がじゃあ今回は俺がやりますというようないろいろな組み合わせを見せてくれると嬉しいですね。そうですね。はい、さあそれではここからはゲーム1オーシャン VS マウンテンの試合となります。まずはオーシャンのスターターから確認していきたいと思います。さあオーシャンのスターターです。トップリンゴくん、ジャングルタツ、ミッドネオン、ADC テレ、サポートギャラクシーとなっております。続きましてマウンテンのスターターです。トップ黒猫隊長、ジャングル匠、ミッドレレ、 ADC ホーロー、サポートディストラクションとなっております。今回はサイドの選択権をマウンテンが所持しております。その上でブルーサイドを選択したということで情報入っておりますが、まあ、ドラフトのところどうですか。 11.21 というところで、まあ、ワールズからまた進んだパッチで行われているこのスカウティングラウンズですけれど、やっぱりワールズが比較的 OP チャンピオンがかなり出てきたパッチだったので、その分、まあ、修正されて結構減ったのかなという中で、レッドサイドのカウンターというのが今強いのかなとは個人的には思ってたんですが、それでもやはりブルーサイド選んだということはファーストウィッケで取っていきたいチャンピオンがあるということだと思いますね。まあ、オーシャン相手ですからね。オーシャン的にはまあ AD キャリーとサポートをなんかポンポン取っていくの、あ失礼しました、レッドサイドを選択したいですね。あレッドサイドですね。ということはターゲットバーンをしやすいのはまあオーシャンにはなりますね。さあそれではドラフト見ていきましょう。ブルーサイドオーシャン、レッドサイドマウンテンです。あ失礼いたしました、表記が逆だったようですね。マウンテンマウンテンからのマウンテンオーシャンです。失礼いたしました、はい、さあパッチは 11.21、アクシャンとベックスはグローバルバンとなっております。さあ2勝1敗同士の対決ですから、ここ面白いですね。あもういきなりテレ選手へのターゲットバン、こうなってくると、まあ、ファーストピックまでエディキャリーボットレーンに使ってボットの主導権っていうのを抑えに行こうっていう狙いがありそうですよね。さあマウンテンはこのヨネをずっとターゲットバーンされているんですよね。そしてキンドレッド、マウンテンが、あそうですね、そしてキンドレッドも、さあケイトリン、ミスフォーチュン、ガングプランク、ヨネ、キンドレッド、スレッシュからのアーフェリオス、キャリー能力もあり、しかも今やっぱりボトルで強いチャンピオンがある程度バーンされあナーフされているので、連動主導権もある程度狙っていけるチャンピオンになりますね。これまた集団戦構成同士の長い戦いがちょっと
見えるんですけど、いやただオーシャン試合じゃないですか。ルシアン島もまだ空いてるんですよ。でもルシアンの試合勝てなかったんですよ。そうなんですよね、まあ、そこどう受け止めるかですね。さあ開始はグレイブスから、今のところジャングル採用が多いですが、そうなんですよ。でもここまでのところタツが結構練習動機にこだわった序盤強いチャンピオンというのを優先しているので、グレイブストップ運用ですか。まあ、新ジャオ出てきましたからさすがにトップですよね。だと思いますね。さあ返しは2ダリー。これまでの傾向を見るとマウンテン、ジャングル、ミッド両方ともキャリー組み合わせてっていうパターンが非常に多くて、難度は高いんですがうまくいっているゲームも非常に多いので、ここはまあ自信を持ったビッグだと思いますね。クラネコ隊長、ボルデンカイザー大好きですね。大好きですね。実際キャリーしてるゲームありましたからね。先日トリプルキルがボットル入ったのが大変なことになってましたからね。4-0-0みたいなスコアになってましたから。やっぱりマッチアップ的にトップレーン厳しくなる、組み合わせっていうのも非常に多いんですが、ただそれでも育った時の集団戦のパワーっていうのは圧倒的ですね。お、行きますか。ルシアリベンジですかね。ただこれファーストピックフェーズでサポートとの組み合わせっていうのが取れない以上、セカンドバンフェーズでバンされる可能性が非常に高いですよね。そうですね。あとものすごくネイジが欲しそうなのが見て取れるので、イレリアは開けられないと。いいドラフトですね。ただまあネオンブランド出して苦しんだ経歴がありますからね。これに対してマウンテンとしては、まあ、ブラーム、ナミが本命の番になりますかね。まあ、両方消したいですよね。どうしますか、マウンテン。まあ、ブラウムから、まあ、波も消しますよね。そのときルシアンと組み合わせるチャンピオンとしては、まあ、ラカン、ただやっぱりパワーは数段落ちてしまうので、何組み合わせていくかですね。ああなるほど、ルブランは自分たちでは使わないと。オーシャンとしてはこれ序盤からのスノーボールでそのまま勝つのがまあ一番似合うチーム構成になってますが、ビクターバン、波は空いたぞ。さあどうする。運用はまあちょっと難しいというのはワールズも見えてますが、おお、それでもラカンにしますか。いきませんか。まあ、ギャラクシーボットから仕掛けるタイプのサポートだというのはスレッシュの試合でかなり分かりましたからね。そうですね。この組み合わせは比較的、まあ、レオナをカウンターで当てられてノーチラスを当てられてっていうところ考えられますから、スキルキャップが高いボットレイになりそうですね。ただこれシンドラとかでもよかったんじゃないですか。先に押さえておくっていうのもありだったかなと思いますけどね。マウンテも返しが面白いですね。これサイラスを先に見せる、レレー選手非常にこのパターン多いんですよね。まあでも実際レーン勝ってましたよね。そうなんですよ。だうまくやはりレーンのところでキルチャンス作って主導権奪い返さないとちょっと存在感がなくなってしまうチャンピオンでもあるので、やっぱりこのチームはミッドジャングルのところでハイリスクハイリターン取ってきますね。おー、アリスター比較的受けに強い構成にしましたか。これどうなんでしょう。ルシアンっていうレーンから攻めるピックは取ったんですけれども、相方ラカンで相手がアリスタで守りに入った。基本的に、まあ、ルシアンを今ボートで運用するってなった場合は飛び込む際に相手のサポートのカウンターっていうのを考えなければいけないので、キルラインの見極めっていうのが非常に重要になってくるんですが、相方がラカンだとダメージ不足になる可能性が非常に高いですね。さあラストピックはバルザハールになりました。サイラスからするとマルズハールのアルティメットってどうなんでしょうね。まあガンクセットアップっていうところでは使い勝手はいいのかなと。ただ集団戦となった時に自分が動けなくなってしまうので、まあ、連戦は対面から取って集団戦だと、まあ、ルシアンでのポークなのかグレイブスでのバーストなのか、まあ、場合によってはラカンっていうところも考えられますね。まあ、単純にファイトだと死んじゃうが強そうですね。そうですね、はい、そこが一番向いていそうな気がします。さあ改めましてマッチアップです、オンラインでございますのでリーさん時間があるのでたっぷりマッチアップの方をお話ししていただければなと思います、はいはい、トップからどうぞ、まあ、トップレーンに関しては基本プッシュ主導権はグレイブスになりますかね、まあ、レベル6からのガンク合わせっていうところと、やっぱり、まあ、例のところはうまくスキップして集団戦でっていうところを考えていると思います。続いてジャングル。ジャングルに関してはまあファームタイプ VS ガンクタイプなので、
しっかりと序盤スノーボールしながら新ジャオの位置を見つけていきたいになりに対して、新ジャオとしてはやはりボットレーンスノーボールできるかどうかっていうのは非常に重要ですから、ここに対して、まあ、的確に眼光を入れていくというのが狙いになってくるかなと。なるほど、ボットがいいわけですね。ボットがいいですね。さあミッドレーンはどうでしょう。ミッドレーンのマッチアップに関してはやはりレベル6以降眼光に合わせるプレッシャーというのも含めてマルザハールが有利になってくるかなと思うんですが、序盤のところは比較的サイラスも戦っていけるっていう中で、これ主導権を取った側はサイドアクション非常に強いんですよ、ええ、なので、まあ、ここあたり主導権取った上で何をしていくのかっていうのが非常に重要になってくるマッチアップですね。ここ結構気になるのがレンジ差はあるんですけれど、お互いこれ序盤レーンカツカツじゃないですか。そうなんですよ。マルズハールにしてもマナもきつい、ダメージも出づらい、CD も長いっていうところで序盤結構スキップしたいチャンピオンなんですよね。ちょっとこれレレのパフォーマンス次第ではありそうな感じもしますよね。十分考えられますね、うまくマルズハールのパッシブを剥がしていかないとなかなか仕掛けづらいっていうところもありますから、このあたりの個人技には注目していきたいですね。さあそれでは最後にボットレーンです。ボットレーンとしては基本有利なのはやはりルシアン側になるんですが、ただオールインに対してはアリスターがカウンター、ラカンだとキルチャンスまでつなげるのが非常に難しいというところがありますから、やはりシンジャオの眼球に合わせて、もしくはレーン主導権を取ってラカンがミッドユロームというのを考えていきたい。対してアフェリオスアリスターにとってはまず2対2で崩れないというのは必須条件の中で、ラカンのロームに合わせてミッドジャングルのカバー入れられるかどうかというのはアリスターにはかなり求められてきますね。まず序盤を作っていかなければいけないのは、まあ、マウンテンにはなりますかね。そうなりますね。その上でオーシャンは耐えていければ後半のキャリーというところはかなり見やすいですか。まあ、ほとんど全部がスケールチャンピオン、後半に強いチャンピオンが揃ってますから、20分までイーブンであれば、まあ、かなりウィンコンディションに入ってくるかなと思いますね。エンゲージのスキルはこれお互いどうですか。まあ、アリスターにラカンと非常に頼れるエンゲージチャンピオン両チームとも抱えてますから、サポート次第なところはありますが、まあ、それでも十分かなと思いますね。ただそのサポート次第となると結構そのコーチにお話聞いていても結構ねサポート今年は面白いなという声が多いんですよね。いや本当にここ数年サポートのレベルはめちゃくちゃ上がってると思いますよ。特にサポートってやっぱりポジション的にエンゲージが求められるっていう中でかなり、まあ、責任が重いポジションなんですが、なんかそれを積極的に行うプレイヤーが増えてきたなっていうのは感じてますね。なんでなんでしょうね。まあ、やっぱりなんかいろんなところから情報が出ていてそのあたりの意識が上がっているっていうのは一つあるのかなと。その仕掛ける動き、まあ、リリソメイも言ってました。昔結構こういうなんて言うんでしょうね、まだプロにはまだなりきれてない、上がりきれてないところだと結構睨み合いだけが発生してしまうとか多かったんですけど、今結構強気に仕掛けて今ファイトしたら勝てるときはしっかり戦うみたいな増えましたよね。あともしかすると国内でもエンゲージのお手本ってやっぱ現選手とかがいるじゃないですか。あー確かにそうですね。っていうところで強力なお手本が日本のリーグで見れるっていうのも大きいのかもしれないですね。まあ、お手本にもなりますし、やっぱ決めたらかっこいいですからね。そうですね、もうヒーローですからね、はい、真似したくなりますから。サマーズリフトへようこそ。さあそれではお待たせいたしました、 LJL2020 スカウティングランズ Day3 ゲーム1、オーシャン VS マウンテンの試合スタートです。ミニオン出撃まであと30秒。おー、匠はキーストーン強気ですね。魂の収穫。他のところではネオはエアリー選択、リンゴくんはフリットフットワーク、テレプレスアタック、まあ、変わったところはないですかね。まあ、オーシャンのボットレーン、ボット用としてはルシアンブラームの際にボットレーンでのキル、プレートっていうところにこだわりすぎたっていうところが一つあったので、そのあたり修正できているのかっていうのも楽しみに見ていきたいですね。さあここは入って、ちょっとワード面白かったのはオーシャンが自陣のレッドアフに守りのワード置いてましたね。レートインベード、確かにボットレーン、あー読み通りですね。こちらも守りのワード、赤トリンケット使っていないのでこれは丸見えだ。さあこれでレッドバフスティールは成功するでしょう。その上で匠がやってくるところを捉えるためのワードをオーシャンとしては抑えているわけですね。左レベル1でのジャングルキャンプっていうのは非常に借りづらいチャンピオンなので、ここで崩してしまおうという狙いはあったと思うんですが、これ斜めに横断するんじゃないですか。タツトッププレッシャーも取れますからね、トップ主導権も取れるのでカバーしてもいいのかなとは思いますが、ただまあ本命がボットレーン、あただこのワードで見れた、これでブルーに行ったというのは分かりますから2打り行けますよ。匠が
これで入っていってバードに移りますけれど、ジャングラーとしてはお互いだ、縦割りになった分オーシャンとしては有利ですね。まあ、ただマウンテンのボットレーンよくあのリバーのワード置きましたね。これでシンジャーの行き先分かりましたから、この字ですね。さあこれでお互いジャングルの位置を把握した上での縦割りですけれど、改めてこれどういう影響が出そうですか。まあ、オーシャンとしては一つ狙い通りボットサイドにプレッシャーをかけやすい形でのゲームスタート、マウンテンとしても読んだ上で対応はできているのでジャングル差は生まれないものの、まあ、トップにプレッシャーをかけてもっていうところがありますから、まあ、一手オーシャンが有利になった形ですね。さあラッパーをスティールして匠も早めに自陣のジャングルに戻っていきました。ボットのコントロールはオーシャンが握っています。ルシアン使ってのテレリベンジですから、ここは勝っていきたいところでしょう。さあテレがやってきたところ、罠にかかったのでここでまた信者の位置が分かりました。これはいい形ですね。そうですね、常にマウンテンとしてはジャングル位置把握できてますね。さあミッドはお互い序盤は苦しいが、それでも CSU リはレレ、プッシュの主導権も取っているので、これが今後どうなってくるか。ボットサイドのスカトルのコントロール、本来はオーシャンサイドが取りたいところですが、このタイミングでレレがしっかりミッドのコントロール握っているからこそですね。そうですね、まあ、ただタツもトップサイドに動いているので、これでスカトルのコントロールは 1-1、 グロンプまで入ってスティールになりそうです。どうなんでしょうね、オーシャンとしてはこれ結果としてボットにこれプレッシャーかけられなくなりましたね。そうですよね。ただ匠がファームする場所がないでしょうか。そうですね、まあ、一応リコールになるでしょう。すごいところでファームしてますね、リンゴくん。味方のジャングルカバーをしながらっていうところでリスクなくタツのカバー入れてますね。おや、お互い狩るものがない感じになってますね。ちょっと噛み合いましたかね。ほとんどガンクするところもないですね今状況としては噛み合っちゃいましたね。ミッドレーンからこれタツが後ろに回り込んだ。レレまだあまりない状況、匠の位置は遠い、ただ視界のない方向へ逃げることでここはリコールできそうです。おお、しのじ爆当てておきますが、まあ、タワーのダメージは通りません。まあ、黒猫隊長としては、まあ、ある程度序盤抑え込まれるのはもともと考えているでしょうからね。まあ、そうですね、マッチアップ的にこのままうまく中盤に入ることができれば何の問題もないですね。そう考えるとやはりオーシャンを動かしたいですね。見える、あーここは視界には映りませんがグロンプは取れる。オーシャンとしてはまあこのままトップの主導権を生かしてヘラルドを取りに行く、ボットにガンクセットアップをする、もしくはネオンのレベル6タイミングでミッドの主導権を奪いに行く、かなり選択肢多い状況なんですが、あとはまあタツがそれをどう生かしていくかですね。そうですね。さあギャラクシーの通るルートには巧みなワードが置いてあるので、これが位置が分かりました。ちょっとウルフは枯れませんでした。レベル6ですからネオンも長いはできません。巧み引いていきます。さあここからですね、ミッドのサイドロームが強い時間帯、レベル6、おドラゴンにつなげますか。マウンテンがリコールタイミングだっていうところをしっかり把握した上でですね、タツは本当にここまでのゲームほとんどこの序盤に強いタイプのチャンピオンを使っているんですが、はい、オブジェクト意識非常に高いプレイヤーですよね。そうですね。さあこれでドラゴンクラウドから獲得ですから、美味しいドラゴンソウルになりそうです。レレはミッドその主導権渡していません。押し込んだ後に相手のジャングル内にも視界を受けている状況。ネオンとしてももうロスチャプター完成しているので、ガンクさえプレッシャーもらわなければレーンのプッシュ主導権は取れそうですかね。信者もいたので動くかなと思いました。ここまではお互いキルなくゲームは進行しましたね。
まあ、あとはやはりこのネオンのマルズハール生かしていきたいですね。マルズハール生かすっていう中で単純なミッドセットアップも考えられますが、主導権あ、ここ行きませんか。主導権が取れるのであればサイドへのロームっていうところで生かしていきたいですね。さあ序盤の縦割りの関係もあったでしょうか。まあ、CS、まあ、かなり放浪負けてはいるんですけれど、まあ、押し込んでどこか動くという形は続けられてますね。そうですね、プッシュ度圏というところだけで見るとほとんどイーブンの形で抑えてはいますね。さあこれミッドのカバーに入る。おお、レレがトップレーンに向かって、ヘラルドサップですか。ボットに黒猫隊長、なるほど。あとはジャングラーが連動するだけですね。ただタイミング的にどうでしょう。これテレとギャラクシーも間に合うか。オーシャンとしてもボットを押し切った後でしっかりと対応できているので状況としては五分ですね。さあヘラルド前陣取っているのは匠ディストラクション、横からレレ、コントロールワードは見えている。タツの位置もワードに移っていました。黒猫隊長はテレポートを用意した状況。リンゴ君としてはプレートを1枚削ってからのカバーの動きですから、そこまで無駄がない。さらにドップのプッシュも継続中。ボトルもプレート取ってますね。ここでプレート1-1ですね。さあ先に触った、これこの時間帯優位はかなり五分に近いと思います。本当にエンゲージ次第ですかね。なるほど。さあやれ、お当たったぞ。タズの体力かなり削れた。どう当たる、ディストラクション。さあヘラルドは獲得オーシャン、そこから仕掛けていってスリーマンのカップ、レレアルティメット、みんな俺に夢中を乗っ取って入っていきましたが、チャームは2人に決まって時間を稼ぐ形になっている。二丁走者が痛いか、テレのダメージ巧みにノックアップが入ってファーストブラッド獲得は立つ。黒猫隊長やってきましたが少し遅かった。1キルとヘラルド獲得はチームオーシャン。マウンテンとしてはヘラルドを取るっていうプレッシャーでオーシャンを引き寄せつつボットのプレートと駆け引きを行っていたんですが、ちょ最後の最後で当たる当たらないの判断迷い出ましたかね。テレポートタイミング遅れたことによって人数不利での主導戦になりましたね。さあヘラルドも、うん、ジャングラーがしっかりと持ててますね。リプレイです。これまあ視界状況の問題もあると思いますが、ヘラルドファイトするのであればここのタイミングもう10秒早くテレポートを行っていないと厳しいシチュエーションでしたね。あ、10秒もなりませんでしたか。じゃないとそもそもヘラルドの奪い合いに参加できないので、じゃあもうチームとして決めきるのがちょっと足りませんでしたかね。まあ、選択肢としてはボットのそのままプレッシャーというところでヘラルド人数固めておいてボット人数かけるというところもあったので、駆け引きうまくいきませんでしたね。そうですね。さあこれでファーストブラッドも入りました。ヘラルドも持っているといったところで、まあ、タツがどこを動かすかという状況になったでしょうか。まあ、このチームであれば基本的にはルシアンがいるところにゴールドを集めてというところが考えられますね。さあギャラクシーはミッドのカバー、放浪ディストラクションが対応中。もうサイドレーンに動かしてアフェリオスを、まあ、ミッドレーンで安全にファームをさせるような体制に入ってますね。プレートは狙っていけないということになりますか。これはそうですね、これミッドに2人人数かけたことによってプッシュ動きは取れるんですが、バレザーウェーブクリア優秀なのでちょっとオブジェクトにつなげるの難しいですよね。結構そのやっぱプレート取ろうと思ったら押し込んでからのだいぶプレッシャーであったりですとか、あのヘラルドっていうところになってくると思うので、サイドレーンの方がいいと思うんですけれど。そうですよ、ね、おっとレレみんな俺に夢中、届いたのカップからバーストダメージ、三日月総集逃げ切るか、タワーダイブできない、これは素晴らしい。レレ3対1さばきました。これに対してミッドからボットへのカバーがちょっと遅れてますね。黒猫隊長対応中、横から匠ディストラクション、放浪3人がやってくるが視界はあります。まあ、明確なプレート等にはドラゴン攻めました。ドラゴン触って、それを見てリンゴ君はプッシュ継続の判断になりましたね。プレッシャーをかけてドラゴンはこれで取れそうです。ブルーチームドラゴン、さあこれでドラゴン1対1。ただこのリンゴ君がかなり育ってきているのは気になるところではありますね。さあ倒した、エンドライン使いながら逃げていきます。
トップこのマッチアップになってしまうとちょっとサイラスの強みっていうのは生かしづらい形になりますかね。 CS もミッドレーン、トップレーンともに差をつけて勝っているのはオーシャンですね。このローテーションだとオーシャン側がトップ有利、ミッドはプッシュ時計取れないもののウェーブクリアできる、ボット有利っていう形でちょっとオーシャン有利に見えますね。だからこうオーシャンも動かす必要性がないっていうことですかね、この状態で。だと思いますね。ただもうヘラルドの時間がどこに使えますかね。これ一関係的にもうトップファースター取りに行くぐらいしかなさそうですね。おっとたらリンゴくんが帰ると、あ、これ多分声かけて止めましたかね。もう使うしかないですよね、これ時間が出すしかない。さあやってきた。ただシストのタイミング、スモークスクリーン使って追い込んでいく、1対1が強いこの男。ダブル当たって突っ込んでいく、コラテラルダメージ、フラッシュアウト、ダメージはおーかわした。レレまた生き残ったぞ。今ギリギリのところでフラッシュ上がってましたね。最初ガン食らった時あと数秒だったので。ただこれでファースター取れますか。そうですね、相手に、まあ、キルを渡さない素晴らしい動きではありますが、タワーは取れます。さあリンゴ君にもしっかりとゴールドが入った。これでファーストタワー、トップのアウタータワー破壊に成功。チームオーシャン、ギャクシー入っていってみんな俺に夢中、カレナル登場、ノックアップ。ただ続けられるダメージがないか、ネオテレポートでやってきましたが目の前にはもう匠はいない。さあそのままミッドレーンにやってくるか。ラカンのアルティメットは使った後、二丁走者体力やや削りましたがオーロも回復はできる状態です。黒猫隊長もボットレーンで懸命にタワー叩いてはいますが、これで3枚プレートがなくなる時間がやってきました。今の一連のアクションでややゴールド離れたでしょうか。グローバルゴールド2400ゴールドぐらいですかね。オーシャン買っています。ただまあゴールドの集まり方としてはオーシャントップジャングルに集まっていて、ルシアンがあまりスノーボールできていないので、まあ、マウンテンとしてはそこまで辛い状況ではなさそうですね。ドラゴンも、まあ、1-1 ですから、アフェリオスを待とうと思えば、まあ、まだまだ時間は稼げますね。AD キャリーはお互いにシックはできている状況。なんというか予想以上にこうキルが少ないゲーム展開にはなりましたね。かなりローテーションゲームになってますね。そうですね。さあヘラルド湧いたぞ。当然寄ろうとしますが、そこにはタクミ、ディストラクション、放浪3人体制で待っている。まずはミッドレーンをしてからということになるでしょうか。まあ、とにかくこのリンゴ君のサイドレーンプッシュは止められないという状況にはなりつつありますが、まあ、4対4の状況には持ち込めるので、仮にリンゴ君がテレポートしようとしても、モルデカイザーがアルティメットで止めるというところを考えて、視界の奪い合いの際にディストラクションがエンゲージ決めていく必要がありますかね。トップのプッシュの試合もイーブンで終わっているでしょうか。お互いに下がっていきました。アイテム的にはジャングルのところでミシックできてるできていないと大きな差にはなっていますが、匠槍が当たればいいダメージ出ているけれども、ここは諦める判断になりますか。マウンテン代わりにボットサイドでアクションを起こせると非常に綺麗ですが、ドラゴンも50秒なのでまだドラゴンアクションは取れません。リンゴ君にプレッシャーをかけます。ブルーバフのスティールは行えそうですが、駆られる前にグロップを処理しているのはリンゴ君、イコールの動きは見えている。止められそうだ。そうですね。さあそしてヘラルドがこれでミッドレーンに召喚されましたから、 2,3 発殴れるとファースター取れますね。ファースターじゃミッドのファースター取れますね。3人体制十分でしょう。うまくアマウンテンカウンター取れていませんかね。オーシャンとしては今集団戦5対5で当たれば自分勝てるっていう計算成り立ってるでしょうから、このままテンポアップしてボットのアウターまで抑えていきたいんですが、まあ、ドラゴンでも、そうですね、ドラゴン取りながらもう一度ミッドの主導権を取ってボットにローテーションしてっていうところですね。この状態なら特にその遅れっていうところはありませんよね。
さあこれでドラゴン2つ目獲得オーシャンです。レレがトップレーンを仕込んでいきますが対応どうでしょう。ミニオンあと4体、ネオンが来るとちょっとタワーは割れませんね。放浪とディストラクションもトップに向かって動いていきます。ただその動きは分かっていた。オーシャンどう対応するか。アウタータワーは諦めそうです。レッドチームのタワーが、さあこれでアウタートップのアウター破壊に成功。マウンテン、これドラッとから振り返っていきますと、まあ、マウンテンとしては中盤から後半ですよね。そうですね。オーシャンは序盤からのスノーボールっていうところが要だという話をしていた中で、まあ、ヘラルド2体目まで終わった状況なんですが、今どうですか両チーム。まあ、まだ2000ゴールド差なので明確にオーシャンが有利っていうことではないんですが、まあ、主導権は完全に握ってますよね。ここからしっかりテンポアップできないとアフェリオスが育ってきて、モルデカイザーが育ってきてっていうところで逆転のチャンス作られてしまうので、まあ、早め早めのマクロゲームっていうのを行っていきたいですね。まあ、シンプルに残ってるアウターですかね。まずはそうですね、そのための動きですね。これがジャングルの視界を取って、これで黒猫隊長下がらせて残ろうものならだいぶでしょう。ただ死の国があるのでそこをどうするか。3人体制、さあこれはびっくりだ。おお、ただフラッシュの反応素晴らしい。ある程度予測してましたね。はい、19歳若いですね。あ、これに対してのマウンテンもミッドにプレッシャーかけるっていうところで、オーシャンとしては一旦このミッドのカバーに来なければいけなくなるので、まあ、時間の稼ぎ方としては非常にいい動きができてますね。さあサイドレーンのレレを押し込ませる動き、ネオンぐるっと回って対応しますが、まあ怖いですよね。視界ありませんから。タツも寄ってくる、ギャラクシーも入ってくる。これでようやく、まあ、レレが下がっていくと。その際マウンテンとしてはトップにカバー来ているっていうのをある程度読んだ上で、今度はミッドプレッシャー、非常にいいローテーションを行えてますね。ここいいですね。しかもそのままミッドカバーに対してはボットプレッシャーっていうところで本当に流れるような形取れてますが、黒猫隊長もこれプレートスチールキャップとブランブルベストミシックでかなり追い込みかけてるんじゃないか。さあノックアップ、ディストラクション仕掛けていって、ラチ当然当てる。コラテラルダメージから逃げようとはしますが、それはレレが許さない。1キル獲得マウンテン、ちょっとトップの1対1の情勢変わってきたでしょうか。ただボットに流れたのであればこのインナータワーいただくぞと王者が攻めていきます。やっぱゴールドの価値、オブジェクトの価値的にそこまで差はないので、イーブントレードでこの時間帯済んでいるってなるとマウンテンが少し有利かなと。さあ20分バロンも湧く時間になってきました。ファイトをすればまだまだオーシャンと見ていいですか。そうですね、一つはフェリオスの仕掛けそう、ディストラクション入ってきたところ、彼なる登場。そしてネザーグラスプだ、これは動けない。アルティメットも切っていたんですがダメージに耐えられませんでした。1キル獲得。さあただ目指せるオブジェクトは、バロン始めますか。いきますか。早いですから結構痛いですよ。そうみんな俺に夢中持っているぞ。レレオートリンケットを確認した。匠がまずは槍を狙うでしょう。この匠に対して彼の土壌ノックアップ入った。判定はどうする。バロンはもう削り切れているぞ。あー取った、バロン獲得オーシャン。そこからの返しは月光の祈り、ダメージは返していきますがキルには届いていない。5人生存でバロン持ち帰れます。オーシャン、オーシャン思い切った判断でしたね。逆にマウンテンとしては止めに行くのであればモルデカイザーのテレポート早めに使用してっていうところでプレッシャーかける必要がありましたね。こうバラバラと確認しに行くことになりましたから確信はなかったようですね。ただこれで少しゲームが止まりかけていたテンポ一気に加速させるチャンスができたので、しっかりと生かしつつ、まあ、ボットのタワー2本というところはまっすぐ取っていきたいですね。リプレイです。これはやってるだろうというところはギャラクシーのこの動きを見ても、まあ、ここで確定したので、ここからまあ即テレポート集団戦の形っていうのを作らなければいけませんでしたね。逆にオーシャンとしてはギャラクシーが仕掛けのプレッシャーかけながらうまく時間を稼ぎつつっていうところで綺麗にバロン獲得していきましたね。継続ダメージで匠を落としてましたかね。結構なダメージ出てますね。さあリプレイから戻ってきてドラゴンが湧きます。
バロンの時間ではありますが、スタック的には取ってもいいですよね。そうですね、これ取れば次、はい、ソウルが手に入りますから、ソウルリーチですから、インファーナルでマルザハール、ルシアン、めちゃくちゃ痛そうですけどね。全員痛そうですね。さあドラゴンはタツに任せて、トップの対応レオンが行ってはいましたが、相手のプレッシャーがあったので一度レーンからは離脱、ボットのインナー狙っていきます。マウンテンはどこまでこれ切り捨てるかになってきますが、さすがにインヒビタワーまでは捨てられないので、これはリコールしてカバーに入らないと。どうする、タワー下結構狙い、おー、かわしたてれー、ナイススライド。そしてリンゴ君攻めていく攻めていく、プレッシャーからインヒビター叩きに行けます。そして破壊に成功。黒猫隊長はそれでもインナータワーを狙っていますが、まだ時間かかるか。おっとレレネオに対してラチ当てていった、そして返しのネザーグラスプ、これは逃げられない。ディストラクションノックアップはかけていますが、火力を出せる味方がいません。デルボートで黒猫隊長今やってきましたが、すでに人数差ができた後、バロンバフもありますが、どこまで行くかですよこれ。3対5、この攻める、ただ黒猫隊長のアルティメットは残っているので気をつけなければいけない。フォローいいダメージで返してきます。リンゴくんちょっと強気すぎませんか。位置がどうする、捕まえる判断はしません。十分なバロンパワーの使い方になりましたね。稼いでいきましたね。さあこれでインヒビター2つ獲得していきました。1回のバロンでこれですから、相当いい形で使いましたね。思い切りが非常に良かったんですが、さあここは思い切りのいいレレが出るか。追いかけていくのは匠、さあ飛んでラチ、おお味方勝負、スーさんは展開耐えられるか。味方の合流間に合った、ネザーグラスプはまだ上がっていません。これはカバーのテレポートのみとなりましたが、キャッチしたかったですね、マウンテンとしては。1キルでも回収してっていうところを狙っていきましたが、ちょっとプレイヤー的にダメージ不足でしたか。そうですね、さあドラゴンまではまだ時間があるぞ。テレがトップを押し込みつつ、そこに対してトラップを張るように人数集めているのはマウンテンですが、視界がないので警戒して前に出てきません。タツの合流を待っているでしょうか。黒猫隊長この位置でミニをクリアしている状況、テレポートはないありません。おっと乗り夢中、狙いは匠、ただここは届かない。強気に仕掛けていきました、アルティメットがダウン、ただそれによってジャングルの中の視界は制覇した。ただオーシャンとしてはこれ本命の次のファイト、ドラゴン2分後のドラゴンになっているので、匠フラッシュを落とさせたというのはギャラクシーが狙いやすくなりました、ね、なるほど。さあトップのインナータワー、これで壊れます。赤に成功、ホーロー2コアと BF ソードですが、一応はダメージ自体は足りるかなと。ただそれ以上にやはり相手の装備状況が整ってきているので、綺麗にエンゲージを決めてっていうところを行わないとかなり厳しいですね。ここどうしますかね、オーシャンとしては。プレッシャーだけかけて下がっていくとは思いますけどね。サポートではありますけど、ラカンのアルティメットがありませんからね。スーパーミニオンを使いつつ少しでもタワー削れればと思っているでしょうか。ボットかなり大量のミニオン流れてきてますよ。ディストラクションもプレッシャーはかけるんですが、不用意に入っていくとネザーグラスプで帰ってこれないんですよね。しかもこのタイミングでリンゴ君がまたボットプレッシャーで相手の守りの枚数っていうのは削りにいってますね。これギャラクシーのアルティメント上がりましたよ。ドラゴンまで1分、準備に入るんであればここでリコールですね。ですね、まあ、タツは当然向かわせ、おっと待てよ、確かにバロンが14秒、もしかして相手にドラゴン意識させた上でやりますか。まあ、ドラゴン意識はしますよね、この状況なら。視界は全くありません。ディストラクション予測はしているか、視界を取りに行こうとはしている。恐る恐るのフェイスチェック、
トリンケットでバロンの状況を見た。さあ彼なる登場からネザーガラス、このコンボが逃げられない。1キル獲得。さあリンゴくんのこのプッシュに耐えかねたのか、シノクにいざなってからクロネス隊長1対1、匠とレレも寄せて何としても打ち取りたい。トタラ逃げていくか、エンドラインライフラインも発動しましたが、さすがに耐えられませんでした。シャットダウンゴールドが匠に入ります。ただその代わりにチームはバロンを獲得です。オーシャンとしては綺麗に視界のコントロールを取ってビジョンを取り返してきたマウンテンのプレイヤーをキャッチと。あ、しかも次の展開早いですね。早いですね。これドラゴンに行くのはもう分かっているので、インヒビタータワーですか。ただちょっと間に合わないか、どうでしょう。間もなくブルーチームのインヒビタ、まだ全く削れていませんが、レレとディストラクションで対応できます。リコール挟んでいませんが、オーシャンどうするか。このまま攻めますか。みんな俺に夢中乗っ取った。一応リンゴくんはテレポートで無理やり合流することもできますが、インヒビターも復活してきているので、これマウンテンここでひっくり返せれば状況全く変わりますが、もうギャラクシーテレワードがないので視界的に見えない位置からディストラクションがどうエンゲージしていくかですね。さあ相当ポケットにゴールドありそうですか。さあ黒猫隊長追い込んでいく、横からレレ、みんな俺に夢中、チャームで捕まえてエバークロスとコラテラダメージの火力は確かなものではありますが、2対1さすがに勝てないか。ただタワー下捕まっているのはこれは匠、そのタワーダイブ、タツは耐えつつ残っているのはディストラクション。黒猫隊長ここに合流してくる、メッコンの一撃届くか、届くか、届かない。そしてタワーの破壊に手で成功、ディストラクションミニオンを引き連れながらなんとか時間を稼ぐ。さあこの状況お互いどうする。ディストラクションこれ帰れるのか。帰れそうですね。インヒビタワーはなんでそのまま殴りに行くか。ミニオンさんこっちですよって言い方してますけど、あ、追ってこないというところで帰れますね。結果的にちょっとバロンの時間がかなり、無駄にはなりましたかね。タワー1本ですね。面白いトライでやりましたけどね、ただやはりもうワードが残ってなかったっていうところで相手の動きを正確に把握できなかったっていうのは少しリスクが高かったですかね。さあマウンテンとしてはうまく時間を稼ぐことはできました。ドラゴンスタックも2対3、放浪が3コアできればまた変わってくるでしょうか。手で殺手を挟みましたね。グローバルゴールドとしてはもう1万ゴールド近い形ですから、9000ゴールド近くですか、相当な差にはなっていますが、タワーがないのが苦しいですかね、戦うにしても。ただ武器はいいぞ、ホーロー。おお、2超走者、痛い、フックソルシー使わされた。さあそして仕掛けてくるギャラクシーアルティメットからネザーグラスつなげていって、このコンボ強すぎる。さあ死の国の中出てくるのを待って狙っていきました。ストップウォッチ耐えてはいるが味方が近くに寄れないか、味方少数守りに入った。ただそのタイミングで仕掛けてくる、それでも耐えているフラッシュインからコラテラダメージ、コラリング外した形。ディストラクションなんとかノックアップを当てて時間は稼いでいくんですが、ここでレレがネット、さらに2つの追撃、ここでベースに逃げ込むことはできましたが、もう前には出れないか。このままエンドに向かえそうです。さあこのゲーム1勝利したのはチームオーシャンとなりました。ファーストヘラルドから中盤にかかってのやっぱりキャッチアクションっていうところで細かな有利を作りつつ、あと思い切りが非常に良かったですね。オーシャン側ボットの、インヒビタータワーを取るっていう際もテレがタワー殴りつつ相手の危険な CC はブリンクで避けていくっていうところも行ってましたし、有利取ってからのアグレッシブな姿勢っていうのは非常に好感が持てますね。シャンプラってましたね。そしてこの試合本当にギャラクシーのエンゲージ非常に綺麗に決まってましたよね。この合わせ技面白かったですね。他の CC の後にネザークラスト、一番初めが
マルザハルじゃないんですよね、大体ラカンのキャッチスキル使いつつもう確実にフロント1人落としていくっていうところをチーム全体共有できてましたね。あとは育ったメンバーで殴るだけ。ブルーチームのタワーが破壊されました。今日あたりから結構チームビッグであったり動きっていうのもコーチのなんていうんでフィードバックから変わってくる頃合いなのかなとは思ってはいましたが、またなんか一つ違う形見せてくれましたね。一番面白かったのはここまでテレのいるボットレーンに立つジャングラーが徹底してジャングルリソース入れるっていうところを、特に初日だと印象的だったんですが、そこをうまく分散させることによってリスク低くスノーボールしていくっていうところを狙う動きに変えてましたね。あとはそのレベル1でただこう5ポイントで睨み合うだけじゃなくていろいろやるようになりましたね各チーム。そうですね、はい、インベードであったりとかでそのあたりもしっかり狙いを持ってやっているなっていうのは見て取れるので、このあたりやっぱりコーチのフィードバックっていうところも聞いてきてるんですかね。今回オーシャン の, あのレートインベードでレッドボン入っていった時に赤トリンケットが1人いたらまた違ったかもしれませんね。今回なんかお互い両方全部見えてるみたいなスタートになっちゃいましたから。まあそうですね、ただまあレベル1は非常に強力なチャンピオンを組み合わせた上で縦割りさえできればっていうところでしたから、まあある程度は狙い方でいいんじゃないですかね。まあスカウティングランズですから、はい、失敗しつつも成功いろいろねアクションを行っていってほしいですね。さあそれではインタビューの準備できたようです。このスカウティングランズヒーローインタビューのに変わりましてコーチインタビューを行っております。アウェイカーコーチを今回、お呼びいたしました。アウェイカーコーチよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。さあまずは勝利したチームオーシャンからですね、試合をご覧になっていて気になったところ良かったところとかどんなところ気になったでしょう。あ、アウェイカーコーチ、あ、ごめんなさい、今回線がちょっと一瞬本当ですか、断線してしまいまして、何も聞こえてなかったです、ごめんなさい。まあ、そういうこともありますね、はい、オンラインでご協力いただいておりますので、はい、チームオーシャンからですね、はいはい、試合を見ていて思ったことなど聞かせてください。チームオーシャンから、はい、はい、そうですね、なんか、オーシャン全体的になんですけれど、相手チームが仕掛けてきている駆け引きとかアクションっていうものに対して合わせるうまく行動できている、それぞれが役割理解できているのかなっていう感じはこのゲームからは結構しましたね。まあ、ただそれだけではなくて、もう少し自分たちから積極的にアクションを起こしてもいいんじゃないかなって思うシーンもありました。なんか自分たちの強みはここだ、こうやってゲームしてやるぞっていうコンセプトみたいなものがあると思うんですけど、それがゲーム内ではまだそこまで仕切れていないのかなっていうところもありましたね。なんでしょう、緊張なんですか、なんかそれともなんかまだチーム内で遠慮している感じがするんですかね。どちらかといえば遠慮の方だと思いますね。そのやっぱりチームこのやっぱ即席で集まった5人っていう中でリーダーシップを持って自分がガンガン発言していくっていうのはなかなかやっぱり難しいところもあるとは思うので、そういうところをまあ取っ払ってやってほしいなとは思います。難しいけれどもそれができると評価にぐっとつながるよっていうことですよね。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ続いて負けてはしまいましたチームマウンテンについてはいかがでしょう。ですね、まずこのスカウティング期間ってすごい練習時間が短いじゃないですか、っていう中でかなり今回もそうなんですけど難しいマクロプレーに挑戦しようとしているなっていう印象がありました。でそういうマクロプレーを難しい、特に難しいマクロプレーをやるっていう気持ち自体は結構評価したいんですけれども、本番でテストするものではないですし、もっとゲームを単純に捉えてパフォーマンスを出す方に集中してほしいかなと思いました。あ、なるほど、挑戦はいいけれどもっていうことですね。そうですね、なんかやりたいこととどうやればいいのかっていうところのバランスが悪くて逆にやりづらくなってしまっているのかなっていうふうに思いますね。それこそ突出したマクロ知識を持っていて全員をコントロールできるプレイヤーがいて、まあ、そのプレイヤーがもう全部コントロールしてくれるんであればまあその人が素晴らしいっていう証明にもなるんで良いとは思うんですけれど、全員でなんかその挑戦するっていうところとはちょっと違うのかなと思ってます。あ、なるほど、いいですね、面白い話聞きました、ありがとうございます。じゃ続いてリールさんからも何か。そうですね、じゃあ今のお話で言うとやっぱりマウンテンが難しいマクロプレイトライしているっていう中でもう少しじゃあシンプルにするにはどういったところを例えばチャンピオンなのかっていうところで変えていけばいいっていうなんかアドバイス的なのはありますか。そうですね、まず自分たちの強みっていう部分がチャンピオンをチャンピオン先の構成なのか構成先のチャンピオンなのかっていうところはどちらでも良いと思うんですね。
なのでまずそこの共有から、あの相手チームの情報も持っていると思うので、あのそれぞれ試合を見ているはずなので、なのでそこでもう自分たちはじゃあこうやろうって決めて、じゃあもうある程度自分たちのウィンコンディションをもうピックの話し合いの段階から作り上げて、インゲームでもあの難しいプレーをするのではなく、こうやってやろうみたいなある程度の指針を持ってやればもう少しいいのかなっていうふうには思いますね。やっぱりどのレーンからゲームを作るであったりとか、集団戦構成なのか1対1構成なのかっていうコンセプトはある程度しっかり決めた方がいいんじゃないかなってことですよね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。やっぱりこの講師の仕組みめちゃくちゃ面白いですよね。面白いですね、はい、ありがとうございました。あ、どうぞ。すみません、あとちょっと話したいことがあるんですけど、ぜひぜひぜひ。なんか今回のスカウティンググラウンズを見ていてですね、全体的になんか自分がこのゲームを決めてやるっていう強い気持ちを持ってプレーしてほしいなって思ってます、うん、そのこのスカウティンググラウンズの目的って自分をアピールしたり自分の成長につなげる場所だと思うので、なんかもちろん選手としてやるからには勝ちたいっていう気持ちは当然あるのは理解している上で、なんかスカウティングで勝つことだけを目標にしないでほしいなとも思ってます。確かに昨日あの負けてしまいましたけど、ジェイスをピックしたことをすごい評価されてましたね、確かコーチ陣。そうですね、うまくプレーもされていたので知識も深かったと思います。なんかああいうのがじゃあもっと欲しいっていうことですね。そうですね、ああいう、まあ、そういうなんかピック面でだけっていうわけでもないんですけれど、もう全体的にもっともう自分をどんどん出していってほしい。そのチームの中で協調性を出すっていうのはもちろん大事なんですけれど、それ以上にやっぱりこのチームでなんか大会に出るわけじゃないじゃないですか、今後も。なんかもうその明確な自分自身の目標をぶらさないでほしいなって思います。あ、なるほど。これ皆さんにぜひね聞いていただいてプレーに反映させてほしいですね。ですね、はい、ありがとうございました。 V3 スポーツから青井川浩司でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや、私もね、コーチ陣のフィードバックちょっとどんな話してるんですかとかちょっと聞いたりしてるんですけど、本当にこれだけ見てくれてるんですよ。本当にスカーティングラウンズに出てくださって皆さんが頑張ってほしいですし、本当コーチの皆さんありがとうございま す、ね、ございます。これは言っておきたいかなと思います。特にアメリカコーチに関しては本当に若い世代もずっと見てるコーチでもありますから、なんかどういう考えでプレーすべきなのか、どういう考えで臨むべきなのかっていうところは参考になりますね、うん、いいですね。さあ、それでは続いても楽しみなゲーム2ありますので、次の試合まで一度インターバルです。